復興のシンボル三陸鉄道、今から出発するのは震災そして防災について考える特別列車です。非常に高い波が出て、それを三陸鉄道の震災学習列車、社員や沿線の住民がガイドとなり、自分の経験を交えながら被災当時の出来事や現在の状況を乗客に伝える取り組みです。震災の教訓を伝えることで防災・減災につなげてもらおうと2012年からスタートしました。普段は全く綺麗な海、青い海なんですが、10年前の3月11日はその海の姿が一変してしまったというところで、2011年3月11日、東日本大震災で三陸鉄道の線路や駅は壊滅的な被害を受けました。しかし、わずかその3日後から線路の点検や整備に取り掛かり、5日後には北リアス線久慈陸中野田間で運転を再開しました。少しずつ復旧を進め、2014年4月には南リアス線、北リアス線が全線復旧。その後、同じく被災した JR 山田線の宮古駅、釜石駅の区間を引き継ぎ、2019年3月、新たなリアス線が誕生しました。被災地の皆さんにとっても非常に大きな、希望になるように我々としても本当に頑張っていかなければならないという思いです。しかし、同じ年の2019年10月、今度は台風19号の被害で線路やトンネルが土砂で埋まるなどして全体のおよそ7割が不通に。それでも震災での復旧経験を生かしながら急ピッチで工事が行われ、翌年の2020年3月、全線で運行を再開。2度の大きな災害を乗り越えた復興のシンボルとして現在も走り続けています。回数をこなしていてもうまく話せない部分もあるんですが、震災の当日からそれから今に至るまでのところ少しずつお話しできればなと思っております。この日ガイドを務めた千代川蘭さん、三陸鉄道入社3年目、普段は宮古駅で電話対応に当たっています。震災学習列車のガイドは去年9月から始めました。千代川さんは小学6年生の時、地元の山田町で震災を経験。自宅は被災しましたが家族は無事でした。当日は学校で卒業に向けた準備をしていました。家が倒されることによって、こう砂ぼこりというか土煙みたいなものがバーッと巻き上がる様子がちょうど校庭から見えて、でその時は津波という考えが1ミリも頭の中になかったので、後からそれが津波がちょうど町を襲っている瞬間だったということが分かって、非常にショックな思いをしたのを今でも覚えています。心がけているのはマニュアルに頼らないこと。当時の出来事、感じたことをまっすぐな言葉で伝えます。実際の津波の高さを経験できる、その日を境に自分のお家に帰ることがもう一切ありませんでした。まさか自分の家に帰れなくなる日が来るとは思ってもいなかったですし、今まであった日常が一瞬でなくなってしまったなというところで、今でもその辛さというか悲しみというのは今でも残っています。そして車両は津波で駅や線路が流失した山田町の折笠駅付近で停車。あの日の海と犠牲者へ思いを馳せました。ご起立願います。黙祷。
なに綺麗な海なのにあんな津波になってしまうんだなっていつもここで自分も見て感慨深い気持ちになるんですけどね。はい、ご清聴およそ1時間20分の旅を終え、釜石市の宇野住まい駅に到着。本日はありがとうございました。塩川さんの言葉と沿線の景色に利用客は、海があってその被災のされた現状があって、でさらにそこにそのガイドさんのお話があるってことで、より自分の中でその危機感だったり震災のその爪痕の大きさっていうのがはっきりとイメージ化されるんじゃないかなと思うので、僕としてはもっともっと広まってってほしいなというふうに思います。震災学習列車の利用者は運行開始から9年間でおよそ7万5千人、このうちおよそ6割が高校生以下の乗客です。震災を知らない、経験していない世代にこそ乗ってほしいと千代川さんは話します。自分がもしその場にいたらどうしているかどうするかっていうところをやっぱ考えてもらうところまでが本当の震災学習列車とか、まあその防災につながるところだと思うので、列車に乗る意味価値っていうか、そういうのを自分で見つけて付け加えていけるように頑張っていきたいと思ってます。笑顔をつなぐ、ずっと。三陸鉄道のキャッチコピーです。その使命を果たすため、被災地のこれまでと、もしもに備えるこれからを見つめながら、11年のその先へ、走り出します。